こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、こういうコメントを見たんですけども、ちょっとご覧いただけますか。夫を亡くして収入が激減した。専業主婦だった私はハローワークを訪れた。白髪に、白紙に近い職務経歴を見た職員。何もやってこなかったんですね。職業訓練受けた方がいいですよ。私は何もやってこなかったわけじゃない。家族のために毎日必死に生きてきた。自分の時間なんて全くなかった。これツイッターのある方から寄せられたあのコメントといいますかね、記事なんですけども、私これね、16万9000の、いいねが、いいねっていうかね、評価がついていて 3.1 万回リツイートされてるんですよね。私もこれはね、ちょっとね、胸に刺さるものがあったですよね。職員の方がどんなねテンションで声かけたのかにもよるんですよ。あ、何もやってこなかったんですね。これ職業訓練受けた方がいいですよっていう言葉だけ抜き出すと、なんかね、すごくバカにされたような感じがしますけども、その前後の言葉がもしかしたらあったのかもしれませんので、この際ですね、その職員さんになんて配慮のない方だっていう風な、そんな気持ちをね、ここで皆さんに投げかけることはいたしません。どういう風な経緯があったのかは分かりませんけども、事実としてね、この相談に向かった方がこの言葉で深くね傷ついたことと、本当に悔しい思いをしたんだろうなと思うんですよ。私もロスジェネ世代です。就職氷河期と呼ばれた時代です。私が、大学在学中に、一個上の先輩がですね、就職がほとんど決まらなかったと。今まで、鉄板で内定が取れたところが、もう歴代内定が取れたところが、全然取れないと。自主留年する人も出始めたんですよ。自主留年といえば、聞こえはいいんですけども、要するに、私たちが、就職をする世代に、就職活動する世代にライバルになるわけですよね。ということでね、私たちの時代っていうのは軒並み有効求人倍率が1を割ってですね、ひどい時には 0.59 とか出てるわけなんですよ。要するに2人に1人は確実に就職先がないという時代なんですよね。それからしばらくして、労働者派遣法が改正されて、派遣会社っていうのがね、樹立してですね、派遣社員を目指す私たち同じ世代がいっぱいできました。その時は分からなかったんで、私もね、派遣会社をいろいろと探したんですけども、私は10年間ね、派遣会社一社も採用されませんでした。いや本当にね、30代のうち、派遣会社に一社も採用されなかったんですよね。それが幸か不幸か分かりませんけども、私がいわゆるネットビジネスに向かわせる最後の手段に向かわせるね、きっかけにはなったんですよ。で、もしかして私、派遣社員に採用されていたら、多分3年契約とかでやったと思うんですよ。で、多分30の後半とか40代に入ってから、その雇用契約が更新されずに、ほっぽり出されて、なんかどうなっていたのかなっていうふうに想像しますよね。私は本当にラッキーに支えられて、多くの人に本当に引っ張り上げられてですね、今、こういうふうな立場を築いています。だからありがたいなと思うんですけども、でもやっぱりね、私もね、今回紹介したこの方のような人生をね、ちょっと見過ごせないっていうかね、そういう気持ちもあって、私なりに、40代50代の人を稼がせるためのこういった運動をしてるんだと思うんですけども、ちょっとね、今回ね、心に痛むものがあったなというところなんですよ。だからといって何をすればいいのか私は分かりません。今まで通り自分のできることをしっかりね、 YouTube を通じて発信していくことかなと思いますけども、やっぱこういうふうなね、現実が今あって、しかもあれでしょ、コロナ離職とかコロナ倒産とか、雇用調整助成金がこれからなくなっていって期限切れになってきて、もっと行き場のない人がもっともっと増えるわけですよね。で、労働市場に人が溢れて、だけども採用されるような企業はあんまりないと。採用をね、大量採用するような企業はないと。一体これどうなっちゃうのかなと思いますよね。もう昨今ではね、5080問題とか4070問題とかってあって、これはね、政府の無策が招いた、本当に取り返しのつかないような、もう、なんて言いますかね、もう、言うことがないですね、もう。私ね、その、今、50代の人とか40代の後半に差し掛かった人、私もその一人ですけども、これをね、もし政府の失策として責任を取るとしたら、何ができるのかなと思うと、もうできないですよね、何もね。で、少なくとも、今まで得れるはずだった所得を、もうお金をですね、現金をドカンと渡して、で、親の介護もできるようにして、今すぐ、働けるような職場とかね、それから、人間関係を用意して、なおかつ家庭が持ちたい人には家庭を持てるようにマッチングさせるみたいなね、
そんなね、めちゃくちゃな不可能に近いような施策を練るしかないわけですよね。で、誰のせいか分かんない、これは。安倍政権のせいなのか、それとも竹中平蔵せいなのか、小泉のせいなのか分からないです。誰のせいか分かんない。だって、そういう代表者を選んだのは誰なんだって話ですよね。そうなってくると、確かに私たちは忙しすぎて、それこそ、ね、この今回のコメント書いてくださった方は女性だと思いますけども、家の中のことで一生懸命だった、だから社会に出てやることがもうないじゃないかって評価を受けたのかもしれないけども、でもやっぱりね、家の中のことを一生懸命やる人がいなければ、家の外で一生懸命やれる男性もいない、働き手がいないってことも確かなんですよ。だからそういう意味もあって、家庭内での、やっぱこう家事活動とか子育て活動ってのはね、本当貴重な、本当時間を割いてくださった、その日本を支えてくださった、もう感謝にもね、本当しきれないと思うんですよ。だってね、人間って勝手に二十歳三十で社会に出るわけじゃないんですよ。家庭を守ってくれたお母さんがいて、そしてそれを取り囲む、もしかしたら祖父母がいたりとかね、してその家族ってものがみんなで取り組んで、もちろんそれは労働市場には全く反映されてないかもしれませんけども、でもそうやって一生懸命ね、一人の人を大切に大切に育てて、そしてやっぱりみんなでね、社会にやっと送り出すわけなんですよ。だからそれはね、別に、確かにお父さんだけが社会で働いてお金を稼いでる、それは社会的な評価とか経験とかお父さんに偏ると思いますけども、でもね、それができるのは内需の功と昔から言いますけども、家のことを心配なく送り出してくれる、やっぱり家を支えてくださってる女性のおかげなんじゃないかなと思うんですよ。で、そういうことを考えたらね、今回この何もやってこなかったんですねって言葉をかけてしまう、その、無神経さとね、あえて言いますけども、それはないだろうなと思います。それはこういった場面でその職員さんにね、研修をきちんとやって、相談に来る女性の心理とか現実ってものをもっともっと知ってもらいたいなと思います。もちろんね、悪意がって言ったわけじゃないと思うんですよね。職業訓練を受けた方がいいですよっていうのは本当に適切なアドバイスだと思うんで、本当にね、相談に来てくださった方のことを思って最善の策を探してくれたと思うんですよ。ただね、やっぱり何気ない言葉一つが違う現実を生きてきた人にとってはものすごく胸に突き刺さるひどい言葉に移ってしまうんですよね。もちろん悪意はなかったと思いますよ、この職員さんにも。悪意はなかっただけに立ちが悪くって、それはね、次に相談に来てくださった方にも使うかもしれないですよ、この言葉を。だからこういうふうな人を追い詰めて相談に行ってもダメなんだとかね、自分はそんな人間なんだと思わせる、そしてツイッターにこんなね、コメントを書かせるようなことをしちゃやっぱりダメだなと思いますね。これ職員さんのせいではないです。その職員さんを、育んできた、大きく、ね、組織の責任なのかなと、もう何のせいか分かんないですけどね、個人特定の人がね、責任を負うものではないから、余計にこれはね、もう、出口がないっていうかね、憤りをぶつける場所がないっていうか、一体誰のせいなんだっていうね、そんなところになってしまうわけなんですよ。で、罪を憎んで人を憎まずっていう美しい言葉があるけども、人生潰された人にとってはそんなね、きれい事では済まないことがあるんで、だからせめてね、国民の多くが辛い人生を送ってるその現実に目を向けて、給付金なら給付金のようにボンと出してほしいなと思うわけですよね。以上です。